こんばんは、ヒガです。9月13日金曜日、夜の9時です。兵庫県斉藤知事は辞める気持ちがないようです。続投する、辞職はしないと言っています。86人の県議会議員、自民・維新を含む全員の県会議員が辞めろと言っています。それでも辞めないと言うんです。これでは県議会の議会運営はストップします。県職員もそんな知事に協力しようという職員はいないでしょう。市民も支持しないはずです。それにもかかわらず、斉藤知事は辞めないようです。斉藤知事が辞職しない場合は、不信任案決議案が提出され、全会一致で可決するものと思われます。そうなった場合、知事は議会を解散させるか、辞職するか、2つのうちの1つを選ぶことになります。これまで不信任案決議案を提出された都道府県知事は4人です。その4人は全員自ら辞職をしました。議会を解散させた知事はいません。どうやら斉藤知事は全国で初めて議会を解散させる知事になりそうです。そのこと、兵庫県の県民はどう思っているんでしょうか。多くの兵庫県民は恥ずかしいことだと思っていると思います。そんな同じようなことが沖縄で起きています。金城徹氏、沖縄小選挙区4区の野党統一候補となりました。この金城徹氏には有印私文書偽造の疑惑があります。先週の金曜日に金城徹氏は記者会見をしました。そこで私は知りませんでした。事務局がやりました。事務局がやったことなんです。私は知らなかったの一点です。これでは自民党と変わらないんではないんでしょうか。自民党も同じく、私は悪くありません。秘書がやりました。会計責任者がやりましたの一点張りです。その自民党を徹底的に追及してきたのが、立憲であり、共産であり、社民です。ところが、今回は身内で有印私文書偽造の疑惑がある。金城徹氏を野党統一候補に決めた。これって漫画の世界ではないでしょうか。おそらく、令和新選組ごとき弱小政党が騒いでいるだけだ。どうってことない。市民は忘れろ。県民は忘れろ。来月の衆議院選挙までは忘れている。問題はないと思っていると思います。赤旗は調査能力抜群です。その赤旗が金城徹氏が野党統一候補に決まった記事の中で、有印私文書偽造については一言も触れていませんでした。共産党も金城徹氏の有印私文書偽造をひた隠ししています。オール沖縄全体で隠しています。これでいいんだ。これで選挙に勝てると思っていると思います。そうはさせないと、私、毎日頭をひねって、金城徹氏の有印私文書偽造について語っています。幸いにも、私の YouTube は立憲支持者、共産
支持者あるいは議員の方が見ています。私の YouTube を見て何かを感じてくれたらいいなと思っています。確かに令和新選組だけが騒いでいただけならば押さえつけられてしまうでしょう。ところが TwitterX などでは令和新選組以外の方々が声を上げているんです。その中に名護市の市会議員がいます。紹介をします。高山さんです。報道で沖縄4区の動きを一部刺繍を見てきたが、オール沖縄の市民の声を無視する密室政治には本当に辟易する。本当に辟易します。9回、10回、11回の協議会は非公開です。8回目は黒塗りです。これでは密室政治です。国政選挙や県政選挙では実動部隊として市町村議会議員は半ば強制的に協力を求められるが、こんなやり方をする立憲やオール沖縄の候補の応援だなんて、選挙区は違えどマジで士気が下がるわとあります。全くその通りです。雄三さんみたいに勇気を持って声を上げてくれる議員がさらにさらに増えていくよう頑張っていきます。私たち令和新選組は一番の大きな柱を経済政策に置いています。ないとこから取るな、あるとこから取れ、こうやっていくことが一番重要。つまりは物価が上がっちゃってるんだったら物価が下がるような効果、そういうものを売っていく必要があるよね。政策としてまずは消費税廃止。申し訳ない、景気が悪い時に消費税を上げた先般、立憲民主党の野田さんのお膝元で消費税を廃止しろなんていうことはちょっと皆さんに違和感があるかもしれない。世界広しといえども景気が悪い時に消費税を増税する自殺国家は存在しない。あったは一つだけ、日本なんです。絶対にやっちゃいけない。消費にブレーキをかけるということはそれが回り回って誰かの所得になるということにもブレーキをかけるんです。当たり前の経済感覚、当たり前のことを分かっていながら不況の時にも消費税を何回も上げてきたこの国、そしてその先頭に立ったのは一番大きな5から10に上げるっていう段階を作っていった、その基礎となるものを作った野田さんは今立憲民主党の総裁選挙に出てるんでしたっけ。総裁じゃないわ、なんて言うんでしたっけ、あれ代表ですかね。私はぜひ代表になってもらいたいと思う。その方が対立軸がはっきりしてる。悪いのは自民党だけじゃない。自民党が一番悪いのは確か。30年の日本の経済を壊し、そして格差を作り、一部の者たちだけに利益を差し上げ、この国を壊したのは自民党。でも自民党だけのせいじゃない。その自民党が暴走するところを体を張ってでも止めてこなかったのが野党第一党。そればかりでなく政権交代をするということになったのにもかかわらず、リーマンショック、さまざまなことを受けて傷んでる国民に対して手厚い経済政策を打たず、挙句の果てには自民党と公明党と財務省にそそのかされて消費税まで上げてしまったという度級の経済音痴なんですよ。しかも今金利を上げて円安にしろみたいなことを言い続けてる間抜けも、これは立憲民主党なんです。今金利上げたらどうなるよ。中小零細どこからお金借りればいいの。金利が上がるというだけで借り入れ難しくなりますよ。これそれだけじゃない、マンション買いたい、家買いたい、ローンを組もうとしてる人たちにも直撃する。景気が悪い時に金利を上げるなんて、そんな無茶苦茶な経済政策を提案するような政治家たちの集団は私は壊れた方がいいと思う。日本のためにならない。そして何よりも政権交代だという前にまともな経済観を持った上の野党の塊が自民党を倒しに行くというのが本来ならばするべきだと私自身はそう思っています。話戻ります。じゃあ消費税廃止、そんなこと可能なわけないだろう。だって消費税廃止なんかしちゃったら私の
社会保障どうなるんですか、老後がどうなるんですかって思っちゃう人いるかもしれません。ご心配なく、消費税とはあなたの社会保障もしくは老後にほとんど関係ありません。じゃあ何のために消費税が取られているのかということを簡単にお話しします。令和新選組代表山本太郎と申します。こちら画面の方に出ているこちらのグラフは、左側昭和56年、右側令和元年、長きにわたってその中身がわかるということになっておりますが、法人税率が下がっている様子なんです。昭和の終わりから令和の始まりまで法人税は下がりっぱなし、つまり大企業など資本に対しての負担はどんどん軽減されてるんです。どうしてこんなに軽減することが可能なんですか。答えは簡単、あなたから絞り取ってるから、それを埋め合わせにしてるから。こちらです。消費税3、5、8、10、消費税が上がる前後見てみてください。必ず法人税は減税される約束になっている、そういう話のもとに消費税は導入されてるんです。直間比率の是正、直接税を下げるために何かしら間接税を入れろ。直接税とは皆さんご存知の通り、今ほど言った法人税であったり所得税であったり、それを下げるためにじゃあ何を導入しますかって考えた時に、みんなで薄く広く負担させたらいいじゃないかという消費税を入れてきた。結果どうなりましたか、どうなりましたかって言ったら、薄く広くどころかもう1割にもいってるって話ですよ。むちゃくちゃな話。これからさらに負担を上げようとしている。つまりは何か、あなたが負担を増やしていく、あなたの負担が増やしていかれるたびに彼らはずっと減税が続いていくっていう話なんですね。消費税やめられない理由は何かって言ったら、社会保障とか関係ない、そういう問題じゃないんです。自分たちがお世話になった人たちにご恩返しができなくなるということを思って、消費税これを減税することさえも、たとえコロナであろうが物価高であろうが下げることさえやってこなかったのがこれまでの日本の政治。それは自民党も立憲民主党も一緒なんです。立憲民主党って言ったって民主党ですよ、看板変えたって一緒。このような政治状況をやはり変えていく必要があると思っております。まずは何よりも一番の負担、消費税、物を買うたびに取られる罰金、これを減らすことによってブレーキがかかっている消費に対してお金を使えるという状況にしていく。例えばですけれど、消費税1年間払わなくていいよということになった場合に、多くの方々20万円30万円というお金が自由になっていくんですね。そのお金何に使いますか。全部貯金する人もいるかもしれないけど、多くは少しでも使えますよ。あなたが物を買う消費、そこで払われたお金は回り回って誰かの給料になっていくんですね。この社会にお金が広がっていく循環をしっかりと今取り戻していく、上乗せしていく、そういうことが必要だということです。じゃあちなみに最後に、消費税廃止やったらみんなの所得が上がりますという話をしたいと思います。私が勝手に言ってるわけではありません。これは参議院の調査室、衆議院参議院とあって、参議院の調査室によるシミュレーション、そのシミュレーションの結果によると、消費税 5% に減税した場合、一人当たりの賃金が何もしなかった場合と比べて、 5% に減税した7年後には賃金が 17.4 万円増えるというシミュレーションを参議院の調査室が出してきました。それだけじゃない、消費税 10% に減税した場合は、一人当たりの賃金がこちらです。何もしなかった場合と比べて7年後賃金が 35.7 万円増える。そんなに増えるのってびっくりしないでください。12ヶ月で割ったらそんな大きな話じゃないんです。でもこの程度の賃上げだったら、皆さん必要ないって方どれぐらいいらっしゃいます。そんな、あ、いたいた、お金持ちが、ありがとうございます。いやいやいや、いいんです、そういう人がいても。自前でやれるって人はもう問題がないけど、やっぱりギリギリであったりとかね、ひょっとしたらギリギリになるかもしれない。社会にお金ちゃんと回していくってことを考えたとするならば、これはやはりマクロ的視点でお金をどう回すかということに関して、こういった税制変えていく必要がある。その中でも一番不条理の塊である消費税廃止、
これ以外にもさまざま政策がございますけれども、まず一番分かりやすいところから消費税に関してお話をさせていただきました。れいわ新選組代表山本太郎と申します。